はい、ということでですね、ちょっとですね、ビジネスホテルにいてるということで、あまり大きな声は出せませんが、まあ、しっかりですねちょっと声の方は入ってると思うんですけども、まあ、ちょっと TV があるが終わりまして、100位に入ればこちらのですねスープラのチャンスチケットを2枚獲得できるということやったんですけども、まあ、100位はですねちょっと入れないかったということで、これ交換ポイント4ポイントですね。でこれまあ 5ポイント貯めたらこれ交換できるんですけど、まあやはり、1枚届かなかったということで、まあ、どっかのタイミングでですね1000位に入ってたらこれゲットでき、あの2枚ゲットできてたんでゲットできてたんですけど、ただですねこれスピリッツチケット EX に交換できるということで、これでもしなんかいい車が当たればということで今録画をしております。ほんまにですねちょっといつもとテンションが違うと思うんですけども、ご了承願いたいと思います。じゃあこれをですね4枚交換しましょうということで、ほんまにもうちょっと早い時間やったらもうちょっと声張れるんですけど、やっぱりこれビジネスホテルでこの時間は無理ですね。これ僕いつも12時付近で録画することが多いんですけど、やはりちょっと声がですねこれでもちょっとまずいぐらいかなというところなんで、じゃあ1個ずつ引いていきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。オリア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 。さあまずは、赤トレーラーということで、こんなものはいりませんよということでございます。いきます。さあ、ダメだダメですね。これ当たらんかったらこの動画ボツですからね。あ、シルビア、あシルビア、お、これで星7になりました。シルビア XD ありがとうございます。いきます。もう一度オーダーしていきます。さあ何が来るのか。うそ、嘘嘘、うま、マジ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 嘘でしょ、マジ、あっ、おっ、マジか、すごいすごい、あすごい、マジで、これはあれですね、あのこの前の、あ、1100万って後ろに書いてるわ。すごい。ちょっとこれ後で眺めます。もう一枚いきます。はい、赤ですね。うわすごい、マジか、ちょっとこれマジか。あー、はいはいはい、次のですねイベントはなんかこれの新しいバージョンが来るということで、はい、ということでこちらでございます。まあ、これはブラックスワンゴールドエディションですね。ちょっとまあカーボンとかちょっと、まあブラックスワンリブートのゴールドエディションとかやったらねもっといいんですけど、あでも結構落ちますね、というか落ちる。ほんでこれを剥がすとかまあやっぱこういう色やったら、あでもこうゴールドとかも似合うんかな、これとか。あーこれやっぱり、これでも何でも似合いますからね、このホイールで。最近新しくゲットしたホイールでこれあるんですよね。まあでもやっぱこれってまあ真っ黒でもねありますけど、いやでもやっぱライボー BBS 合うからこっちにしようかな。で一応まあ僕が今おすすめでセッティングすると、ちょっとパーツ見たいと言ってた方がいたんで、今のパーツなんですけど、こんな感じですね。エンジンがですね、ちょっと僕21、2個当てたんですけど、ちょっと間違って合成しちゃったということで、これだけまだ21なんですけど、あとはですね、全部22まで上がったり当てたりしてます。ECU に至ってはですね22が1個と21が2個あるんで、まあ、全部混ぜたらまあ23にできるよという状態ではありますね。ちょっとまあもったいないかなとも思ってるんですけど、まあでもそれでガソリンを無駄にしてる方がもったいないですかね。でちょっとまあサスペンションの方がですね、ちょっとこういうあのドリキンサスとかなんかそっち系のいいやつ系の15がないんで、まあノーマルタイプのサイズ15なんですけど、シャフトの方はですね、まあでもこれはあれか、あでもそうか、シャフト13ですからね、13で617やから、これ15まで上がってたとしたらもっとすごいことになってますもんね。まあ、これはまあちょっと難しいか。
で、まあ、989ということ、まあ、ちょっとまあ戦闘力は低めですよね。で燃費も431なんで、まあ、ちょっとまあやっぱ、まあ、車としてはまあちょっと弱めなんかなとも思うんですけど、まあ、加速性能がちょっと高すぎる気もしますね。4100加速がだいぶ高いですね。まあ、あのちょっと運転は特にはしないですけども、ということで、星7を、見事当てれましたよということで、今回の動画を終わりたいなと思います。ということでよろしくお願いいたします。